3278、すごいわ、ちょっと超えますぎる。1529万円でした。これホビー初めて見たよ。わー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 わはい、どうも皆さんこんにちは、マオでございます。そしてカメラマンが原田です。はい、ということで原田にカメラマンで来てもらったんですが、こちら、コミット銀座さんに、もう銀座ですよ原田さん。いや銀座ってもうやばいよね朝早いからね。そう、朝早くにですね実はこのコミット銀座さんはなんと時計屋さんでございまして、本当に僕がただ時計を買いたいということでお願いをしまして、そしたら撮影してもいいよということで、今日めちゃくちゃ今朝早いんですけど、なんとお店を特別に、開けていただいております。ありがとうございます。ということで、私本日時計を買うやるよ原田いやー、うん、お金持ってきたからね。お金持ってきました。本当に本当に貯金なくなりましたということで、10万人記念、まあ、だいぶ前なんですけど10万人行ったのは、10万人に行ったなというのと、私もねちょっといい年齢になってきましたので、本当にもう人生で一番高い買い物を、本当に欲しい時計をちょっと一回買いたいなと思いまして、こちらのコミット銀座さんにご相談させていただいて、本日時計を買っていきたいと思います。そしてね、なんと店内も見せていただけるということで、ちょっともう俺が一生手に届かないようなですね、時計もいっぱいあるんで、まあ、そちらの方もね見せていただきつつ、まあ、ちょっとつけられるもんね、ちょっとこんなのすごいねみたいな感じでやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。お願いします。店内行くぞ気合が違う気合入ってるね。本日撮影を許可していただいたのは高級腕時計専門店コミット銀座。時計を買うところを撮影したいという要望を心よく許可をしていただきました。なかなか目にすることができない高級腕時計の世界をお楽しみください。回してる？回してるよ。さあ、ということで開けていただいたんで、これちゃんとねめっちゃ高級店なんでピンポンしないと開きません。お邪魔していきたいと思います。よいしょ。ということで、はい、ということで、こんにちは。こんにちは。こんにちは。ということでですね、多分時計好きの方でしたらですね、もう YouTube でかなりご覧になってると思うんですけど、すいません、自己紹介いただいてもよろしいでしょうか。はい、コミット銀座の八木と申します。はい、よろしくお願いします。はい、ということでね、今回はご無理を言って、ちょっと時計を見せていただきたいというお話をしたら、快く承諾いただきまして、こんな朝役に、すいません、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。はい、ということで、今日はですね、ちょっと人生の一本を書いたいと。はい、思ってまして、はい、はい、ちょっといろいろ見せていただいてもよろしいですか。もちろんでございます。ぜひ、はいはい、お手伝いさせていただければと思います。わ、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、じゃあちょっと店内見せていただきますんで、はい、ちょっと分かんないことだったらぜひ教えてください。はい、お願いします。さあ、原田さん。はい。今、店内を自由に見せていただけるということでですね、これはパテックフィリップってやつですね。多分、時計詳しくない方だと、あんま知らないかもしれないですけど、ロレックスの上、まあ上とかはないんだけど、すごい知名度的には、もうめちゃくちゃ最強。もう最強の、しかもこれは多分ノーチラスっていう、もうめちゃくちゃレアなやつでですね、めちゃくちゃかっこいい、本当に。語彙が少ないって。いや、本当にね、時計の雑誌とかを見てるんだけど、もう本当にここら辺はね、もう憧れ。で、こっちがあれだね、オーデマピーゲだね。オーデマ、これも世界三大時計ですよね。そう、はい、世界三大時計のパテックと、オーデマピーゲと、あと、バシロンコンスタンタかの3つ。これ、すごい！すごいやつ。3278。すごいわ。ちょっと。全然端数じゃないところ今、略しそうになったもん。すごいね。まあ、これ、もう、ここはもうトップですよね、やっぱ。そうですね。はい。はいはい。もう、すごいわ。ちょっとじゃあ、こっちのワクワク画面も行ってみたいと思います。めちゃくちゃすごいわ。オーデマピーゲ。いや、ここら辺はすごいね。本当にもう、ザ時計って感じだよね。安いのも時計だからちゃんと全部時計なんだけど。でここら辺はあれですね、オーデマピゲシリーズで、これがロイヤルオークっていうオーデマピゲの中でも、まあ、すごい有名なやつのシリーズなんですけど、これはね本当にかっこよくて、一回これ悩んだことてか正確に言うとどんな値段のものでもかっこいいなって一回悩んだことがある買いたいなと思うんですけど、でここもすげえな、オーデマピゲたち。いやこれはね、やっぱ欲しいなとは思うんですけどね、やっぱ手が届かないシリーズで、もう毎回こう、たまに実はこっそりお邪魔してるんですけど、
毎回欲しいなと思いながらやってるシリーズですね。さあ、そしてこっちがあれですね、ロレックス。はい、出ました、ロレックス。まさにもうロレックス大好きです、本当にもうさあ、そしてこれですね、時計好きにはもうたまらないゾーンです。これめちゃくちゃすごい。これパテックフィリップの、これは名前が飛んだ、パテックフィリップのノーチラス、ノーチラスですね。これノーチラスはこれめっちゃ人気すぎて、普通だと買えないんですよね、もう本当になんか買えないですね。そうですよね。これ後でちょっと付けさせてもらってもいいですか。大丈夫です。あ、ありがとうございます。ちょっとせっかくなんで付けさせてもらいたいと思います。もうニヤニヤが止まらないね。はい、さあ、そして今日正直もう買いたいものはもうここに決めてるやつはあるんですけど、ここら辺がですね、ロレックスのデイトーナゾーンですね。いやー、これかっこいいなマジで。さあ、そして特にここのですね、デイトーナのですね、ステンレスの黒と白、これもかっこよすぎるマジで、びっくりする。かっこいいしかさっきから出てないけど、ね、デイトーナすごいの。これあの横のカチカチを押すとちゃんと秒数とか測れるのよ。もうめちゃくちゃすごい、それが機械時計でそんな機構がついてるというですね。もうでもドキドキしてあんまり触れないよね。でも使いたいよね。せっかくだったらストップウォッチ。ちょっと目がね、ギャングロン。マスクだとな。喋りまくるとそうなんだよ。さあ、ということでですね、だいぶ眼福もいっぱいになったんですが、ちょっと何点か付けさせてもらってもよろしいですか。もちろんでございます。ありがとうございます。ちょっと心に決めた子はいるんですが、ちょっとせっかくなら付けてみようということでですね、時計を付けてみようのコーナーとなります。それでは行ってみたいと思います。どうしましょう、ちょっと付けたいものがいろいろあるんですけど、はい、ちょっとどうしようかな。何個ぐらいある。よ、3、4個ぐらい付けてみたい。せっかくならじゃあ、ということで、かっこいいっすね、マジで。こちらのオーデマピゲの、ロイヤルオーク、こちらなんとお値段が、あ、すごい。ギリギリ900万いってない。899万8000円。はい。こちらつけてもいいですか。もちろんです。つけていいですか、すいません。はい。これはエクストラシンと言われる、はい、非常に薄い、ロイヤルオークの中でも、はいはいはい、薄い仕様のモデルになってますね。いや、これ、かっかっこいい。これはかっこいいですね。かっこいいですね。しかもこれデートついてるんですね、ちゃんと。はい、へー、すげえ。そう、このね、この、多分ね、時計見る人ってあの表見るんだけど、ここら辺のこのベルトかっこいいですよね、マジで。ブレスレットの特徴がありますよね。そう、ブレスめっちゃおしゃれ。ほんと、超かっこいい。ありがとうございます。はい。まあ、このオーデマーピゲですけれども、はいはい、やっぱりあのさっきもねちょっと言ってましたけど、世界三大時計というふうに言われてまして、はい、その中でも、まあ、このロイヤルオークというモデルは、はい、まあ、メイン の, あの、うん、まあ、顔となるモデルになります。はいはいはい、もう1972年に、はい、このロイヤルオークが出てから、はい、ずっともうこのシリーズは今に至るまで、さまざまな、まあ、形を変えながらですけれども出てきてるっていう、本当に、まあ、中心的なモデルになりますので、はい、まあ、このモデルもやはり正規店で買うことはもう基本的には難しい、うん、そうですよね、はい、本当に需要の高いモデルになります、はい、レアモデルです、はい、いや、かっこいい、ありがとうございました。はい、はい、じゃあ続きまして、こちらが世界三大時計の、2種類目といったものですが、はい、バシロン・コシノ・タンタン、はい、あのバシロン・コンスタンタン、はい、なかなか名前ね聞き慣れないかもしれないんですけど、はいはいはい、まあ、一応世界最古の現存する、まあ、ブランドということで、世界最古なんですね。そうなんですよね。あのブランパンがねあの出たのは早いんですけれども、はいはい、ただ一回ちょっと、まあ、会社自体がクローズしてる期間があったので、これはもうあのずっと継続しているブランドで言ったら一番長い歴史あるブランドになるんですよね。でその中でも、こちらオーバーシーズと呼ばれるモデルは今、一番人気の、まあ、デザインになりますね。先ほどのロイヤルオーク同様に、まあ、ラグジュアリースポーツウォッチと呼ばれるカテゴリーのモデルになっておりまして、
これもなかなか買えないんです。買えないですよね。ちょっと欲しくて、一回正規店行ったことあるんですよ。で、はい、その時はもう予約、昔は予約してたみたいな、あったかもしれない、ね、そう話を聞いたんですけど、はいはい、今できますかって聞いたら、できませんって言われちゃっても、うん、もう今は買えないということで。そうですね。で、これはその中でもクロノグラフを搭載したモデルとなってます。はい、ちっちゃい丸ですよね。そうですね。この中に3つインダイヤルが搭載されてて、はい、このボタンでスタート、ストップ、リセットという形で、クロノグラフが使えるというモデルになりますね。はい、クロノグラフかっこいいですね、はい、本当に。オーバーシーズも一番人気なのはやっぱブルーが人気ではあるんですけど、はいはいはい、やっぱりちょっと今うちも在庫が売れちゃって、そうですね、入荷してもやはりすぐに売れてしまうような状況でございますので、かっこいいですね。今クロノグラフでちょっとご紹介はさせていただいてます。はい、はい、ありがとうございます。でちなみにこいつが、お値段が599万5千円になりますね。はい、600万いってない、はい、よしありがとうございます。はい、さあ、そして大ボスですね。ハテックフィリップ。はい。の、しかもノーチラスです、これ。ノーチラスですね。はい。まあ、世界三大時計の最後のね、はい、一つになりますけれども。はい。まあ、やはりこれも、本当に、人気ですね。人気ですよね、本当に。ですね。もう同じく、さっきのオーバーシーズ、それから、はい、ロイヤルオークと、まあ、並んで、はい、ラグジュアリースポーツウォッチとして、本当に確固たる地位を築いている、はい、まあ、モデルになります。はい。はい、すごいですね。やっぱこれも買えない、もう買えないっすよね、本当に。そうですね。もうこのモデル、まあ、自体ももう廃盤にはなってますし、はい、あ、そうなんですよね。ステンレススチールで作られたこのモデルはもう廃盤にはなるので、ステンレスってもうないんですか、じゃあ。ないですね。やばいっすね。はい、今ホワイトゴールドとかなら出てるんですけど、あ、まあ、ステンレスもないんだ。はい、それも買えないんですけど。そうですね。基本的には買えないんですけども、あ、知らなかった。はい、人気がありますね。じゃあもうこっからはもう、だからもう出回ってるものを探すしか。そうですね。セカンドマーケットでこういう風な形でご購入いただくしか、まあ、ない状況ではございます。ちょっとこれつけてみてもいいですか。もちろんです。ありがとうございます。うわ、これ一緒ないぞ。うわ、かっこよすぎる。そうですね。うわ、これす、肉眼、すごいですね。カメラで伝わってるといいんだけどな。めちゃくちゃかっこいい。これも本当に、はい、まあ、薄さがあって腕なじみもいいですし、うん、まあ、つけやすいですよね。つけやすいしかっこいいですね。でも時計好きだと一瞬で分かりますよね。分かりますね。あれつけてんのやばいなみたいな。すごく、まあ、知的で、まあ、大人の、まあ、時計っていう感じはしますよね。めちゃくちゃかっこいいですね。これ本当すっごいかっこいい。やっぱこの辺さらっとねつけられてたらできる男だなって感じがします。さらっとつけるのすごいですよ。ちょっとさすがに勇気いりますが、まだ時計をつけたいんでね。はい。かっこいいです。ありがとうございます。はい、いい記念になりました、これに関しては。ぜひね、目指していただいて。ちょ、目指して頑張ります。一応。100万人いたら。はい、ちょっと100万人いたら買いに行きます、絶対。さあ、そしてなぜ震えていたかというとですね、こちらのお値段がなんと、えっ、おー、すごいですね、やっぱり。1529万円です、アップさん。スアップ、すごいな。物が違うぜ、すごいですね、本当に。マジでかっこいい。いや、いい綺麗になりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。さあ、そして皆さん、もう時計といったら、ロレックスでございますね。で、こちらがロレックスのデイトナですね。デイトナですね。かっこよすぎる、マジで。まあ、こちらのモデルに関しては、1988年頃からまあ2000年頃まで作られていたまあモデルになっておりまして、さっきもねちょっと触れましたけれども、手巻きのデイトナの後に自動巻きのまあデイトナとして初めて登場してます。で、まあ、ムーブメントが前日社のエルプリメロのムーブメントを改良して作られたモデルとなってまして、まあ、このあたりが今後すごく楽しみなモデルではありますかね。そうですよね。はい、なんかワクワクしますよね。他社の力を借りつつも出てきたっていうのがロマンがやっぱすごいですよね。そうですね。まあ、あの年代によって価格帯もすごく幅もありますし、はい、まあ、このモデルの中でもやっぱ希少なレアな要素なんかもあるので。はい、いや、めちゃくちゃかっこいい。はい、これつけてみてもいいですか？もちろんです。これ憧れの。いや、かっこいい。これもいい、かっこいいですね。これつけてたらマジでかっこいいですね、本当に。そうですね。このあたりは、まあ、あのエルプリメロ、まあ、このデイトナ16520であれば、はい、これうち結構取り扱いが正直多いんで、はい、あ、得意なんですね。はい、ここまでやっぱ比較できるってなかなかないかなと思うので。そう、いっぱいありましたもんね、はい、めっちゃかっこいい、本当に。これはもう本当デイトナ、
ロレックスのもう王様と言っても過言ではない。かっこいいですね。すげえ。でこのデイトナのエルプリメロさんはこちらもう感覚がおかしくなってる。あれだ、ちょっとなんかお値段が393万8000円。あそのすごい、ね、よくあるやつですね。時計の動画見てるとよくあるやつですね。そうですね。あ、300かって謎の気持ちになるやつですね。いや、マジでかっこいいです。ありがとうございます。はい、さあ、そして原田さん。はい。いろいろ見せていただいて、もう最高の、もう腕はだいぶ喜んでる状態なんですが。あったまってきた。はい。温まってきた。私の欲しかったものをちょっと出していただいてもよろしいでしょうか。はい。こちらでございます。うわあ、すごいかっこいいロレックスの箱だ。箱でそのテンションで。いや、わかるよこの箱。見ないもんなかなか。ということでマワさん、ロレックスのとあるものを買います。もうすごい。絶対買います。はい。じゃあ見せていただいてもよろしいですか。はい。はい。さあ出まして。うわ、かっこいい。これワクワクする。ね。ね、ロレックス買うとなんとこういう本がついてきます。冊子ですね。はい、はい、じゃあここ行ってきましょう。はい、はい、じゃあ開けていただいてもよろしいですか。ちょっと待ってね。はい、こちら一回出しまして。いや、かっこ全部かっこいいですよね。なんでこんなかっこいい緑なんだ。はい、じゃあ、わあ、見えない。よくやるやつ。はい、いいですか。はい、行きますよ。はい、じゃーん。うわー、かっこいい。ということで、私、ロレックスのデイトナ、買います。素晴らしい。かっこいい。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、ちょっとこのデイトナの話、ちょっとしてもらってもいいですか、せっかくなんで。いや、マオ君がまずロレックスについて語ってもらって。いや、ロレックスはもう本当にもう時計の中の王様よ、本当に。俺の中での王様。ま、マークも王様、王冠の。そう、王冠のマークだし、本当にね、このデイトナ、うん、めちゃくちゃ欲しくて、うん、もう大好きで、もうずっと雑誌でも見てて、はい、いつか欲しいな、いつか欲しいなと思ってて、先ほどもね、ちょっと前の型とか、手巻きのやつとかも付けさせてもらったんですけど、はいはい、もう本当にこの今のこの周りが黒くなったんですよね、このベゼルが。そうですね、このベゼルが黒になりましたね。そう、この黒がまたかっこよくて、で、本当に全員がかっこいいと思ったんでしょうね。大人気になりまして、正規店に僕3ヶ月ぐらい本当に、もういっぱい通ったんですよ。出てこなかった、うん、でもう諦めようかなって思ったんですけど、はい、だったらちょっと気合い入れて買わせてもらって、ちょっと今後頑張ろうということで気合を入れまして、で、ね、今回八木さんにご相談させていただいて、はい、買おうということになりました。ありがとうございます。はい、憧れの、うーわ、かっこいい。あらだ、ちょっと撮ってくる、そっちの。こっちのやつで。いや、やっぱかっこいいっすね。かっこいい。いやー、すげえな。超かっこいい。デイトナでも、まあ、今、これより新しいのはあるんですけども、はいはい、この1個前の、まあ、はい、その1個前のデイトナで、はい、大体2016年から、はい、このつい、この間まで、はい、作られてたモデルになってまして、はい、でもやっぱり、さっき言ったベゼルが黒になって、まあ、閉まったことによって、うん、また、デザイン性も上がりましたし、まあ、過去最高傑作なんていうふうに呼んでる方もいらっしゃるぐらいの、はい、まあ、モデルになります。はい、私が今日購入することによって最高傑作となります。ありがとうございます。最高傑作ですね、本当に。超かっこいいですね、これ。超かっこいい。かっこ悪いっていう人いないと思います。いないっすよね。はい、いないと思います。超かっこいい。はい、ありがとうございます。はい、じゃ一応お金を数えていただいて、はい、ちゃんと正式に言いますが、買います。はい、ありがとうございます。買ったぞ。ありがとうございます。はい、じゃあ、はい、よ。なんか可愛いですね。可愛いです。これちょっと原田に聞かれたんですけど。カメラマンに聞かれまして、はい、はい、ということで、私こんな大金を申したことがなかったんですけど、はい、ちょっとですね、はい、お、三菱 UFJ で下ろしてきました。はい、うわぁ、おぉ、すごい。すごい、すごい。これ、はい、俺、帯初めて見たよ。これがちょっとずれちゃってますけど、はい、帯が1、2、3。お値段。はい、お値段は448万8000円になります。448万。じゃあ、これがまず、
4束、すごいな。ちょこれあと写メだけ撮りますね。ちょっと400とあと50万あるんで、はい、これで大丈夫なはずです。ちょっと、はい、記念のよしじゃあすいません、ちょっと数えていただいて、はい、数えさせていただきます。すごいや、ちゃんと貯金なくなりましたここから頑張ります、はい、本当に頑張ります。じゃあまずちょっと、はい、100万円のお金から数えさせていただきます、ね、はいはい、お願いします。はい、見えますか？大丈夫ですか？すげえ、はい、これもう枚数違ったらもう銀行、銀行だからうわまず100万円、うわぴったり、ぴったり賞、ぴったり賞はあ、すごい。はあ、帯ってどう、そうやって巻くんだ。初めて。50万ありました。足りた、やった、おめでとうございます。ありがとうございます。買えたぞ、ありがとうございます。じゃあ、その時計、ください。もちろんでございます。ありがとうございます。買いました。やったよ。うわー、買っちゃった。じゃあ、お願いします。はい。さあ、ということで、はい、こちら、ロレックスのデイドラ、買わせていただきました。頑張って働きますということで、皆さんご視聴いただきありがとうございました。皆様のおかげでこちら買いました。今後も頑張っていきますんで、何卒よろしくお願いします。ということで、撮影今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。これいっぱいつけます。イエイ。ありがとうございます。一応サムネ候補。サムネ候補。